歯医者さんが言ったのは、その例えば物質的な人にね、その相手のこ相手に対して何かを言う、あの嫌なこととか、相手が嫌なことを言ったとか、そういうことを言ったときに、それがもう言っても無駄と分かっても言ってしまう。で、後でね、そんなことをした自分に嫌気がさすと、そういうことがありましたということです。Yeah, so sometimes we get caught in other people's stories. そうやってね、その相手のストーリーの中にね、自分がなんかこう入り込んでしまうときがあります。And then we judge ourselves for that afterwards. で、そういうことをやった自分に対して自分を批判してしまう。Yeah, so being present means being present with whatever is coming up in the moment for you. で、そのプレゼンスにあるっていうことはね、そのプレゼンスにいるときに自分の心の中に出てきたもの、それと共に自分を置くということなんですね。Yeah. So later on you can reflect if you're still thinking about、そのことをね、例えば自分が謝っていろんなことをしたとか、まあ、いろんなことがあったけれども、そのことをその時にあのちゃんと消化できなくても、後になってね、ちょっとそれをやってみてもいいですね。Yeah. It's the same recipe. で、レシピは同じですから。Notice the thoughts. で、その考えに気づいて。Yeah. And, memory. で、その、まあ、記憶の中にある、思い出の中にある、ね、その、思考ですね。それに気づいて。You label it. で、それにレッテルを貼ります。Past. 過去のことだと。Caught in the story. で、その、相手の話に引きずり込まれたと。Judgment. で、そこで自分を批判した。Feel the tightness. で、そこで自分の体にどっかこう、圧迫感を感じたと。The resistance is, you know, coming from our own false ego. We have our ideal self. そういうものに対する抵抗っていうのはね、自分が理想の自分をこう作ってるわけですよ。その理想と合わなかったときに感じるのがその反抗なんですよね。That's what keeps us in the illusion of our false self, the reaction to it. で、それがその偽の自分、本当の自分じゃない自分に対するリアクション。So you notice it and allow it. だからそれに気がついてそこに置いておけばいいんです。Now you're equanimous. そうするとその平等になることができる。And you confess it to the Lord in the heart. そして心の主に告白します。Oh, I got caught in the story. あの人の話に引きずり込まれちゃった。I said things I shouldn't have. もうこんなこと言わなきゃよかったのに言っちゃった。I see it.ちゃんとわかります。Please forgive me, Lord. どうぞお許しください。I fell into illusion again. 私はまたこうやって幻想の中に落ち込んでしまいました。Now I'm back. でも私はそういうことをすることでまた戻ることができました。Yeah. And in this way, we become more and more aware of our patterns and less reactive, less suffering. で、そういうことをね、やればやるほど、その、それがうまくなって、で、すぐにいろんなことに対して、ただ反応して、あのいろんなことを返すだけじゃなくて、ちゃんとどういうパターンで自分が動いているのかっていうのが分かるようになるんですね。Bringing it into consciousness. だから意識の中に出してこなきゃいけない。Notice. そしてそれに気づいて、Allow. そこに置いといて、Feel. 感じて、Confess. そして告白する。Let it go. そして手放せます。Come back to the reality of the present. またプレゼンスの現実に戻ってくる。So, I'd like you to continue. It's good if you make a journal, at least at the end of the day, reflect on the day, and notice, you know, the times that you were judging yourself, the times that you were judging others, and the resistance, the tightness.でね、あのちょっと日誌みたいにして毎日ね、一日の終わりにあのちょっと書いてみるといいかもしれませんね。その自分があの何に反抗したか、何に抵抗したか、そしてどんな感じを体で感じたかっていうことをね。Yeah, and then notice it. そしてそれに気づいて、feel it. 感じて、allow it to be as it was. そこにそのまま置いといて、confess it to the Lord. そして主に告白して、and then go to bed happy. そして寝ます。Let it all go. そうやって手放せばいいんですね。And in this way, you raise your consciousness. そうやって意識を高めていきます。So next week we'll look into 15 and 16 again. で、次のクラスは15章16節。
And then we're going to move on to other verses in chapter 2. そして、第2章の他の節にも行きます。So, shall we meet again, 2 weeks from today? じゃあ、あと2週間でまたやりましょうか。はい、お願いします。はい、ということで、単語。何日？ That will be... どこ5月19日の朝8時半からまたお願いします。はい、ありがとうございます。で、次回は2章の15、16節と他の章をやるんですよね。他の節。あ、他の節。うん。Yeah. So, study 15 again and 16 again. でもう一回15節、16節をね、読んでおいてください。And from there, after that, we're going to go to 240. そこから、2章の40節に行きます。2章の40節。はい。15、16節、補習して40節。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you so much.ありがとうございました。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 あ、久しぶり。サチさんだ。本当だ、サチさん。ありがとうございました。ありがとうございました。サチです。久しぶりなんですよ。よかった、うん。ありがとう、カイラバちゃん。嬉しい。今までお誘いできてなくてすみませんでした。はい、今朝思い出しました。お願いします。はい。次19日ですので、サチさんも。はい、わかり、はい、メモしました。ありがとう。ありがとう。ハリクリシュナー。ハリクリシュナー。あ、マハグナさん。はい。今回も宿題出ましたっけ？ちゃんと聞いてなかったですけど。あ、まあ一応ね、その日誌みたいに自分が抵抗してる、うん、してる場面、そういうのがあったらそれを書き出して、でどんな感じがしたか、そしてどんな風に体で感じたかっていうことをね、書いてみておいてくださいって言ってましたよ。自分が抵抗している場面とかを。だから自分が、ね、自己批判したり、してるとき、嫌なことがあってそれに抵抗したりね、うん。まあ先週と同じようなことですけど。わかりました。それをメモして体で感じるってことですね。うん、体と心で。はい。わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ハレクリシュナー。ハレクリシュナー。元気で、セーフ。